生活に密着した話題をお伝えする、はいえー、ソラネットですけれどもあの私、CM 前に歌わせていただきました、はい、関係さんはカラオケ好きですか好ききでですすか結構子どもの頃やっていましたし、はい、祖父母がもともと旅館やってたので<ー>そこで結テントウムシのサンバとか歌ってましたテントウムシのサンバ、古い <laughs> <laughs> なんでカラオケの話を唐突にしたのかというと、はい、今日はカラオケにまつわる日なんですよ。はいはい カラオケ文化の日なんだ。って<ー>全国カラオケ事業者協会が制定され。ました、はい、私もね、二十代三十代の頃はよく行ってましたけど。最近は本当に行かなく、たまにスナックで歌うぐらいでね。そ,れはそのお箱は。米米クラブとか、<ー>サザンとかね。いいですね。久保田利伸とか。今度は聞かせてください。いやいや、まあ、またね、あんまりあの人に聞かせるような歌じゃないですけど。<laughs> 今日の、あの、め、目にはこちらです。はい、カラオケの歴史。 昭和カラオケ、平成カラオケ、うん、そして令和のカラオケの形が変わってきてる<ー>で、カラオケピンチなんですよ、はいうん、どういうことなのかっていう話をしたいというふうに思います、はい、まずカラオケの歴史なんですが、はい、カラオケの名前の由来なんでカラオケっていうかカラオケボックスはあ。何言ってるんだよ皆さん分かりますカラオケの名前の由来こういう由来があるんです、ね、戦後に はい、ラジオの中継先で歌手が歌う時にオーケストラを連れていかず、はいはい、テープの録音演奏で歌うことを、はい、空のオーケストラ空のオーケストラカラオケへ<ー>っていうようになったということで,す、はい、でこれ「カラオケ」っていうのはもう完全な日本語なんですけど、はいはい、これ世界,で、えー、世界でもカラオケっていうへ<ー>日本が由来通通用用すすするるんでカっていう。<へー> <laughs> じゃあそのカラオケですけども1971年業務用カラオケ1号機が販売開始しましたそれがこちらでございます昭和46年株式会社クレセントのカラオケ1号機ここに10巻40曲のテープがセットしてあってそれを選んでセットして5分間 100, 分 100, 分100円で歌えるっていう結構コンパクトですねコンパクトなんですで実はですね すごいなと思うのは昭和59年福テレニュースでカラオケのニュースをやっていましたまさか。はいこのカラオケのニュースが関係さんの故郷さと北方のニュースなんですが <laughs> こちらご覧ください来 <laughs> <laughs> た、ね、北方の家庭ですこれ昭和のカラオケ、うん、稲作と楽能営むここ澤田さんのお宅では今夜も近所の人たちが集まってのカラオケ大合戦ですまたこの沢田芳美さんやさんさが歌えた しそうこれ、家ですよ、これ、<laughs> に,ぎやかにぎやかですよ、こうやって昭和は家庭でカラオケを楽しんでた、ご主人が、奥さんが登場しで、このあと注目です、はい、このカラオケの危機なんですけれども、どんな危機なのか、出てきますよ、これです、8ト,トラックカラオケ。はい、そしてもう一つこれ 歌本本を見ながら歌ってるんですよへこれが昭和のカラオケでございます、はい、いやこの時代もいいですね各家族化が進んで近所付き合いが少なくなってきている昨今ここ上三宮地区では騒音公害の心配もなくカラオケを通して隣近所の交流が一段と深まっていますいいでしょう昭和感満載でございますいま,だまだ先です 外の寒さをよそに、カラオケは夜の更けるまで続きます。<laughs> っていうのが昭和のカラオケの世界でございました。はい、さあ、そしてその後です。はい、カラオケ人口は平成六年に最大を迎えます。はい、カラオケ人口、まあ一億人を超える日本の人口ですけども、何万人、何百万人、何千万人いると思います。平成六年。ええ。 90万、90万。全然違います、えー、6000万人です、だから日本の人口の約半分がカラオケをしてた、ちょうど私が生まれた年ですよ、平成の、ね、はい、これ、バブルが終わった頃なんですが、はい、じゃあ、この頃の、えー、カラオケの様子、平成のカラオケといえば、これです、これ、分かりますよね、もう皆さん、平成のカラオケといえば、この場所でございます。そう カラオケボックス <laughs> カラオケボックスでございます、ん心からサザンオールスターズで、ね、歌ってるのは、涙のキスですね、<laughs> ほら、これ、歌詞がモニターに出るシステム、うん、そうなんです、通信カラオケもこの辺りで登場したということなんですよね。えーえー さあこのカラオケなんですけれども最近ちょっとですね危機を迎えているという話をしたいと思います、はい、まず最初にこちらご覧ください調査でございます福島の皆さん最近カラオケに行ってますか昔よく行ったが最近は行ってない62%、うん、昔よく行ったが、えー、最近回数は減ったが25%と、うんえー、いうことなんですこれだから相当減ってる、はい、なぜかと言いますともうこれはですね、うん ここちらななんんでですすコロナなんですよ、うん、これね、2019年5,800億円の市場があったのがこれ半分以下まで下がっちゃった、うん、で、まあ、ようやくコロナが明けて少し回復したんだけどまだピークのところまではまた戻ってないということになっているわけなんですで皆さんからですねこういうのをいただきましたソラネットのメッセージ、はい、趣味が多様化してカラオケに全く興味を持たなくなってしまった<ー>コロナで行かなくなったとっいうこともありますけどもね、うん、それかから最近はアプリとか それから任天堂のスイッチでもいいらができるようになったにいうことで行かなくなった、うんうん、でちなみにあの年代別で言いますと、はい、やっぱりね私らの世代が行かなくなってるんですよ、うん、まあコロナもあったんですけどもね、まあ、10代はまだねやっぱりコミュニケーションのツールとしてのカラオケなんでしょうけれども行っているということでございますでその令和のカラオケなんですけども実は大きく変容しているという話です、はい、倉本アナに聞きました、はい 歳年カラオケボックスにいても倉本さん、はいほとんど歌いません、えー、お酒を飲んでライブ映像を見たりして過ごしてる、えー、うう今の若者、そういう過ごし方してまるまる、えー、会の場になっているこれカラオケ事業者協会なんですが、はい、何会かというと推し会の場になってるんです好きなアイドルとかアニメのグループ不安同士でそのライブや映画を見てる歌わないでやっぱ見る。 そうそれともう一つ特徴的なのが、はい、これ去年のカラオケの導入台数なんですが、はい、えと酒場がまあ一番なんですけどね、はい、あのスナックとかその他の市場の中で福祉施設が結構多何で,<ー>で福祉施設が入っているのかというと、はい、ちょっとこちら見てみましょうかここちらのこちららののですななぜ福祉施設なのか。 これね、歌うことで健康になるっていう昔の映像を見ることで昔の記憶を読み戻して認知症予防になってるだから今福祉施設用のこれ体操機能のついたカラオケとかがあったり<ー>昭和の懐かしい映像が出てくるで実際に福島県でもこれいわきのふるさとの楽園というところでは、えー、月に2回カラオケ大会を実施して石原裕次郎が出るとかっこいい <laughs> と言って当,当時の気分になったり認知症の方でも好きな歌の歌詞が完璧に覚えていたり<ー>いうことがあるようです令和のカラオケでしょ勉強になりました面白いですね、はい、カラオケの歴史面白かったです